Are we live? Yes, we are live. Welcome to Mason Efton's channel. I'm your host, Mason Efton, and welcome back to more Fairy Fencer Ref Refrain Chord! The last time, we did all sorts of stuff. We're also gonna be, we're gonna continue the story. I assume that, based on the save sprite area, that we're gonna be seeing Zenke, from what I could tell. The chain started. Another chain has started. I'm gonna just keep on doing this. There we go. Now we're going to go back to Zelwyn's. We'll go to the inn first. Come on. Yeah, we're gonna do this before we do anything. ね。オール?いや。え?うん。そうだね。
Okay, looks like we can do that. And if we are lucky today, we could possibly do the missions from earlier. I've yet to do them. Going to Connected Hearts. Ohayo. Ohayo. Ne. Okay. Oh. So we got some backstory. So da ne. Okay, to the fountain. Nice timing でロロ発見。フューリーの情報を仕入れようぜ。おい、ロロ。はあ、お兄ちゃん。毎度。どうした？今日はやけに元気がねえな。もしかしたら商売で何か大赤字でも出してしまったのかもしれませんね。大赤字だったら。すぐに取り戻せるから問題ないよ。でも簡単に取り戻せないものもあるの。一体どうしたのでしょうか。ロロさんがここまで落ち込む姿を今まで見たことがありません。はあ、きっとお兄ちゃんたちも私のことなんていらなくなる。
いおい、急に何を言い出すんだよ。俺たちが今までどんだけロロに世話になってきたことか。間違ってもお前のことをいらないなんて思うわけねえだろ。はい、パングさんの言う通りですわ。今日だってフューリーの情報をお前から買おうと思ってたんだからさ。おお、めちゃでかため息。フューリーの情報ないです。お引き取りください。やっぱおかしいぞお前。いつもならなくてもすぐに用意するって証拠にたくましく立ち回るのに。What the hell is wrong? 泣いた。何か事情があるみたいですね。よかったら話してみてください。力になれるかもしれません。だな、相談料も取らねえから安心して話してみろ。無料なの？ありがとう。お兄ちゃんたち神様みたい。実は私、情報屋としての信頼失っちゃった。どういうことですの？のフューリー探知機が市場に出回らなくなったの知ってる？探知機？それってあれだろ、100回に1回しか当たらないやつ。あんな詐欺まがいのガラクタがどうしたんだ。性能が格段に良くなって、ほぼ 100% 探知できるようになったみたい。私よりも情報が早いなんて、プライドがガタガタになったよ。つまりロロさんの人気商品だったフューリーの情報とお客さんをドルファに奪われてしまったわけですわね。ああ、そういうことなのか。それが落ち込んでる理由か。でもそれだけでは信頼を失うことにはなりませんよね。そうなんだよね。どういうこっちゃ。ロロさんは情報とお客さんを奪われただけではないということですが。ドルファの探知機は市場に出回らなくなった。でも私のところにフューリーの情報を買いに来るお客さんは減らなかったの。だから私も変わらずにフューリーの情報を売ってたんだけど、クレームがたくさん来るようになったの。情報をもとにフューリーを探しに行ったけれど、すでに誰かに取られた後だったって。そんなことがずっと続いたから、私の扱うフューリーの情報は古いものだって噂が広がって、お客さんも信頼も全部なくなっちゃった。それは落ち込んでも無理ありませんわ。なるほど。なんだシャルマン、何か分かったのかよ。だったらもったいぶらずに説明しろ。探知機は性能が上がって市場に出回っていないにもかかわらず、ロロさんの情報を求めに来るお客さんは減らなかった。つまり探知機を手にしているのはロロさんに情報を買いに来ていたそこらのフェンサーではないということです。おそらくドルファー自社の探知機が性能アップしたのを機に市場に売ることをやめたのでしょうね。代わりに自社のフェンサーに持たせ、フューリーを片っ端から集めているといったところでしょうか。その通りだよ。私も気になって調べてみたら、最近ドルファのフェンサーがやたら増えて、探知機を手にフューリーを根こそぎ奪ってるって。フェンサーが増えてるって、まさかリンネのあれか。ええ、おそらくは人造フェンサーでしょうね。実用化は順調ってことか。この調子ですと量産体制もすぐに整ってしまうかもしれませんよ。まったく面倒なことぜ。というわけで、落ち込んでるかわいそうな私のため、シャリジロー買わない？急に元気になった。
情報は危なくて扱えないから、他の商品を売って稼がないと。さあ、たくさん同情してくれた後は実際に商品を買って応援よろしくね。なんとこのシャリジロー、今までは酢飯しか炊けなかった欠陥品だったの。でも今は焼きおにぎり、パエリアから本格チャーハンまで作れる優れものに大変身。とーってもお買い得だよ。すげえな、パエリアまで作れるんだってよ。買うか、シャルマン。残念ですが、また今度の機会に。うちにはバハスさんがいますので。買ってくれないの？同情するだけ？お兄ちゃんの裏切り者。あくまで不要なものは買わないだけです。今度ゆっくり商品を見せてください。あとロロさん、このまま僕たちから離れてください。少し気になる視線を感じます。ザンク君、やはり君でしたか。チッ、バカが。わざわざ追ってくるんじゃねえ。また俺たちを襲う気だったのか。ちょろちょろとめんどくせえやつだ。うぬぼれんじゃねえ、偶然だ。I knew that we'd face Zenke. 俺にはお前の汚ねえケツを追い回す趣味なんてねえから。I wasn't sure exactly when, but I knew eventually would. なら偶然でもなんでもいい。今からここで蹴りつけようじゃないか。吠えるんじゃねえよ、打剣が。ここは見逃してやるからさっさと消えろ。戦闘狂のお前が珍しいな。変なもんでも拾い食いしたか。ああ、てめえと一緒にするんじゃねえ。ファング君、無理に焚きつける必要はありません。ここは僕に任せてもらえませんか。別に構わねえけど、大丈夫なのかな。安心してください。ザンク君と話をしてみたいだけですから。それが心配なんだけどな。まあいい。ザンク、下手な真似はすんなよ。おい、俺はおしゃべりをする気はねえぞ。ですが、戦う気もないのでしょ。なら少しだけ付き合ってください。ザンク君、君はなぜドルファにいるのですか。んなもん決まってるだろうが。あそこにいれば好き勝手やっても面倒は起きねえからな。どれだけ暴れても、どれだけ殺しても、お咎めなしだ。最高の職場だとは思わねえか。思いません。むしろ最低ですわ。そうですね。常に血に飢えた残虐な男。肉体的にも精神的にも人間を。それが君という人です。だったらどうしたっていうんだ。そんな君がなぜ今戦いを避けようとしているのでしょうか。あ、何が言いてんだてめえ。こう見えて腹の探り合いは苦手でね。その点では君と気が合うのかも。だからここは僕の方から正直に話をしようと思う。ザンク君、
僕は君を計りかねている。グラースに洗脳されザンク君を仲間だと誤認させられていた間、君は非道な人間には見えなかったから。シャルマンのやつ、やっぱりそのことが気になってたんだな。でもあのザンクだろ、非道に見えないって、そんなことあり、私も一緒だったからシャルマン様の言ってることわかるよ。確かにあの時のザンクは面倒見のいいお兄ちゃんって感じだったもん。本当ですの？とてもじゃないですが信じられませんわ。ザンク君、君には僕たちの知らない一面が隠れているのではないでしょうか。そしてもしかしたらそのザンク君となら僕たちは争わずに済むのかもしれない。あの時ドルファの人たちはグラースに洗脳されてはいませんでした。ですから作られた人格ではなく元々の人格が表に出ていたはず。好き勝手に甘っちょろいことばかりのた打ちまくりやがって、お前たちの希望や願いを勝手に俺に上塗りしようとすんな。ですか、ザンク君。仲良し小良しがお望みなら他でやんな。俺は付き合いきれねえよ。まあやっぱ決めた。てめえらはここで死んじまった方がいい。おい、ノイエ。Who the heck is he? ザンク。仕事だ。こいつらを消せ。俺は先に帰って。了解だ。Who the? Is he a cowboy? いやー！いきなり発砲してきやがった！待て待て待て！戦うにしてもマナーがあるだろう。街中でバンバン撃ってくるんじゃねえ。なら3秒だけ待ってやる。3、2、1バーン。いや、カウント早っ。なんなのですか、この人は。 He's probably an artificial fencer. 俺は虫になりたい。いきなりなんか言い出した、キモ。お前なんかいいな、ゴキブリみたいだ。失礼ムーブが過ぎるぞてめえ。ゴキブリはいい、生命力を感じる、自由を感じる。人間よりよっぽど優れた生物だ。何や、めっちゃ変なやつやな。お近づきになりたいタイプじゃないかもしれへんな。 He got the gun, man. Run! 今日はとてもいい天気だな。こんな日は死にたくなってくる。お前付き合いきれねえな。おい、タレ。ええ、町の外まで誘導しましょう。このままでは拉致が明けません。Combat. Finally, combat. Please, please, no more. Give me the combats. Kavari Desert. This is the place where we got the faith drop. So who's the boss?
backup guy in case. Save here. ここも俺の攻撃範囲だ。全員よく見とけ。Looks like I'm gonna have to thrust at him. Attack effect. Sate to. Hit him from there. Triple cure. Triple? Won't hit him. At this point, I might as well just use arrow rain. アタックエフェクト。手加減の攻撃を行う。くそ、ステージ準備整いました。Won't it allow me to attack? Attack! Oh, get up there! Itai me miru de. ああ、私か。
私の番ですわね。おどきなさい。断罪します。アタックエフェクト。効率的に行こうじゃないか。アタックエフェクト。さすがだよ。もう終わりだ。天井知らずのワイヤレ。
く見とけ。There we go. Oh, that
was fun. Oh yeah, Friday. I'm going to do two streams Friday, but they're going to be a little bit early because I'm going to the Red Sox. Fury info. Shut up and take my money. An old man. So da na. Wari na. Wait a minute, I should go back to the town, yeah. Should go to the shop anyways. Let's see what I can buy. Enchanted robe. Nobody needs to. Yeah, we're gonna check on these. Thank you.
強くなったんですか。できればあまり強くは。すみません、何でもありません。And now let's head to the world map. And we've only been live for about 51 minutes. We can do some quests. Which is Soul Planes. And do our order quests. We're gonna do a few. We're gonna do all those order quests. And then we're gonna have fun and turn them in. I've been putting them off for a while, to be honest. That's the only one. Save right here. It's only just one enemy. Stuck him in the back. 天才登場ってね。アタックエフェクト。世界のために。アタックエフェクト。Combo him. How dare you dodge it? アタックエフェクト。
生懸命やります。行くか。Everybody attack!Kidnar. Kill the Ganada. Okay, we have to kill Big Boy. Gotcha. Start the fight. Stage 準備整いました。行くか。Lead the charge. ヒロイン登場ですわ。Wait right here. Why no banya na? Tensai toujou. Te ne. Boku desu ne.There we go. ステージ準備整いました。This is the easiest fight. Just go after the SP guy, and that's it. しないよ。
番やな。There we go, that was easy. Then again. Then again, we're doing E quests. Defeat the Spaz Peak. Units move. Oh, wataska. Ranger stays a little behind. Misemasu. Look at this. We have an arrow. We made an arrow.
事準備整いました。これが私の歌。We got another fairy. After this, we're gonna head over to the place. Every enemy except for Galice. Gotcha.
せます。ステージ準備整いました。Okay, looks like Hey Carly is gonna have to use the block move. ヒロイン登場ですわ。Yara, you're gonna go next to Fang. サクサクっとな。 Bodo, you're gonna be right here. 効率的に行こうじゃないか。 Use create block. Can't do anything. Just wait right here. 見せます。ステージ準備整いました。これが私の歌。天才登場でね。マジカルエフェクト。足がすくむよ。今がいない未来問いかけだした。強い世界のために。アタックエフェクト。
こんなもんよ。 That was easy. Perfect. We got all of our furies. Go to Gilmore's pub. ようこそ。何でございますか？より活躍の場が広がりますね。よろしく、よろしく、よろしく、よろしく。またのご来店をお待ちしています。There we go. Now we have those for...よっ。ん？あの。うん。ファング。He's sleeping.頭痛いわ。うん。いや。そうか。ちょいと。いや、悪いな。よっしゃ。What now? We're gonna try using dark with dark. Tell about your ice. Holy cow! Finding all sorts of good crap here. Found a new dungeon. No. そうだな。そうか。
ました。 Yeah, essentially. はあ？ロホー！Peaceful day, my butt. Peaceful day, my ass, I should say. But we'll explore Hidden Village for later. But today... Well, that's the end of today's... stream. I hope you guys enjoyed it. Subscribe to the channel if you haven't already. Follow me on Twitch. Links in the description down below. And see you guys in the next stream and or video. Peace out, everybody, and bye-bye.